おはようございます。こんにちは。こんばんは。文化人放送局スタッフ T です。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人スタッフ厳選注目、22時15分か30分のニュースをお届けします。本日も海外関連、そして国内関連などを紹介させていただきます。保守系ニュースを網羅的に紹介させていただきますので、ぜひ最後までご覧ください。これはやばいと思った方は高評価を、こんな情報もあるよって方はコメント欄で教えていただけると幸いです。 本日もルールが厳しくなっている都合上を隠語を使わせていただきます。何度とご了承ください。そして、えー、謎の広告話が起きている文化人放送局を概要欄のクリック募金から制作応援をお願いいたします。また、スポンサーになっていただける企業様がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡をお待ちしております。また、黄色傾向が急増しておりますので、画面右上のボタンをクリックして、ヘルパーのフィードバックからこの番組が適切で安全ですと YouTuber <と>でにフィードバックを送っていただけると大変ありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。 それでは早速本編に参りましょう。本編の前に今日はまずこちら。駐日ジョージア大使ティムラズ・レジャバさんなんですが、皇室より賜ったおせちです。めでたいとのことで、このようにですね、皇室からあこのようにおせちを授かったんですね。これ貴重な映像、貴重な写真ということで、まず皆様にもシェアさせていただきます。こういう感じでおせちをいただくんですね。素敵ですね。う なんか見てるだけで見たいなって感じがします、はい、ではあ早速海外ニュースをいかせていただきますこちらロシア関連ですハイマースでロシア側63人が亡くなった大晦日軍批判もというふうな記事そしてロシア軍1日も無人機攻撃ホテル上層えぐられるとのことででこちらプーチン氏軍背景に新年演説ゼレンスキー氏勝利訴えウクライナ侵攻越年 ということで、えー、今年もどこまで続いてしまうんでしょうか一刻も早く終わっていただきたいですよねそしてこちら「領土譲渡認めない85%ウクライナ世論調査とのことでとことん戦うという姿勢をウクライナの皆さんは持ってらっしゃるのかもしれませんねそしてこちら「ロシア産ガスから独立危機克服に自信ドイツ首相」という風な話も出てきています そしてこちら、ロシアは C 国の植民地に、ウクライナ高官が主張というふうな記事を紹介されて、吉田さんが、CCP 独裁四国が虎視眈々と狙っていることは間違いないというふうに解説されていらっしゃいます。そして、えー、加藤さんも、どういう形で決着しようと、ロシアは大きく力を落としかつての威勢を維持することは困難。C 国の属国内しは、まあ、植民地化するのは避けられないだろうとのことです。で、こちら、米国関連になります。 テスラ年間販売、販売13、131万台。22年目標届かずということで、テスラ関連ちょっと見たいんですが、こちら。失った資産額が史上最大の2000億ドルにイーロン・マスク氏とのことです。米実業家イーロン・マスク氏の資産の減少額が史上最大となった。ブルームバーグ通信のビリオネア指数によると、EV 大手テスラや宇宙企業スペース X、ツイッターの CEO であるマスク氏の純資産は100、 あ、1000ですね。1370億ドル。約17兆8千億円で、フランスの高級ブランド、モヘヘネシー・ルイ・ヴィトン会長の ベルナール・ナしかしマスク氏の純資産は2021年11月のピーク時には3400億ドルだったとのことですね、はい、だいぶ下がってしまっているようなんですが、ね、マスクさんがあ起こしてそれでも2位なんですね起こしてくださっていることっていうのは言論界にはとても大きなことですよねツイッター買収のこととかツイッターファールのこととかでね でこちら、これもちょっとツイッター下げの記事かなと思ったんですが、あ紹介させていただきます。ツイッター本社オフィスの賃料不払いでビルオーナーから訴えられるということなんですね。ちょっとツイッターがどうなのか引き続き様子を見たいと思っております。で、C 国関連になります。あまた米国関連ですね。米国務長官、C 国新外相と電話。 衝突回避へ対話維持ととのことです。ブリンケン米国務長官は1日昨年12月30日に就任したシークのシンさんと読むんですかねこちらシンさんと読むんでしょうかあ外相と電話会談した米中関係や対話の維持を話し合ったとしているというふうなことでございますね大木さんが外交トップになられたということなんですが今後どうなっていくんでしょうかでどんどんいきますねアメリカ大統領 核共有演習ととと認識食い違い違のことですバイデン大統領は2日ホワイトハウスで記者団から「警告と核の共同演習を議論しているのか」と問われ「ノーと否定した。警告のユン大統領は警告氏のインタビューで議論していると語っており認識の食い違いが露呈したとのことなんですね。でそれについてこちら「警告大統領室」「韓米核共同実行を 議論バイデン大統領がノーと言ったのは異なる概念とのことでこれはどうなんでしょうかねちょっとまたこれ山下さんに元陸上の山下さんに詳しく伺いたいなというふうに思いましたね、はい。両国は共同実行案を議論していると明らかにしたということなんですがどうなんでしょうかまた渓谷の打ち上げ記事というかなのかそれとも否定しているだけなのかちょっとわからないのでまた詳しい方に聞きたいなと思いますね。 こちら、四国関連になります。四国景況感49.0に悪化、5ヶ月連続節目割れとのことです。そして、こちら、四国高大が債務計画公表を延期、昨年末が期限とのことで、また、こういう高大集団の件が出てきていますね。どんどんいきます。新年初日、高南省で大勢の預金者が抗議でも行ったとのことで、またこういうことが起こっているんですね。そしてもう一つ、こちら。 南京市民、自由と民主を求め、新年初日に孫文の銅像に集まるとのことです。で、こちら、米軍機が C 国軍機に接近と C 国側主張、新たな映像公開、対立する主張とのことで、またこういうふうにですね、えー、まあまあまあね、プロパガンダ合戦みたいなところがあるので、どっちがどうかわかりませんが、C 国軍が近づいてきたっていうふうな話がありましたが、今度は、 米軍機が四国,四国軍機に近づいてきたみたいな感じで主張しているようですね、はい。どっちが事実なんでしょうかね。でこちら産経ニュースさんがこのように報じていますね。インドの人口は今年は C 国越え世界最多に急増は一部の国二極化鮮明との記事ですね。日本のように経済発展を トゲ少子化が進む国々では人口が収縮する二極化が鮮明になる現在1位の四国ですら増加ペースが低下23年にはインドの人口が四国を上回り世界最多になると。 いうふうな記事を紹介されて加藤さんが2023年は四国が凋落し始めた年として歴史に残るだろう人口もインドに抜かれしかも老人大国の四国に比べインドは平均年齢も若い国民みんなが英語を話し数学的能力が高いのは大変な武器になる GDP もインドが2位になるのは時間の問題とのことですねそして、えー、朝鮮半島ニュースになりますキムジョン氏少年団 代表たちに成功の腕時計プレゼントとということで、えー、どういうことなんでしょうかね。少年少女組織、朝鮮少年団第9回大会の代表らにプレゼントを渡す行事が1日にピュンヤで開かれたとのことなんですね。日本の腕時計が贈られたということで、日本の腕時計なんですね。えー、こちら、中央日報、警告政府、強制徴用解決策、近く発表か、被害者、 事後説得検討ネットの反応事後説得わらわらこれ絶対後で蒸し返すやつだわらそもそも被害者じゃないという事実を突きつければ終わりとこういう記事も出てましたねはいでこちら小崎奈奈さんですが警告日本人の子供に曲実記謝罪要求警国でも人気の4歳の童謡歌手ののかちゃんが YouTube に上げたお正月メドレーに曲実記の画像が使われているとして 警告で炎上画像は消去されたが警告のファンは局実期の釈明を求めている問題ないことで子供まで避難する恐怖というふうに言われています怖いですねで、こちらここから日本関連になりますちょっとこれはかなりこれセンシティブな内容ですので慎重に扱いたいと思うんですが Y Y 容疑者がちょっとした騒動を起こしたのは10月中旬のことだった担当刑務官に対して えちょっとこれもなかなか言いにくい言葉なんで、こういう言葉などと暴言を繰り返し懲罰を受けたのだ。時期は10月末から11月の頭にかけてのことだったというふうな文春の記事をツイートされてるんですね、文春さんが。で、加藤さんがこれに対して、この程度の情報で読者が満足するなんて大間違い。週刊文春ならもっと Y 容疑者の憎夫をえぐるような本音や あこういう人たちに関する情報を載せるべき。ぐずぐずしてると文化人法則が先行するぞというふうにおっしゃっていますね。今年もいろんな情報を発信していく予定ですので、お楽しみにしていただければと思います。こちら。立憲泉代表。乃木神社へ初詣、写真投稿。一部支持者から批判の声。いや、この神社はないわ。乃木マレスを祀った神社ですよというふうな声が上がっているようですね。こちら。 このように新に明けましておめでとうございますと乃木神社の写真を投稿されているんですねそれに対して一部の支持者の方からはこのようになんでみたいな感じで言われているようですはいでこの件について平井さんが泉代表をやるね統合神社にも参拝し外国の国益を代弁する等から大転換かというふうに <laughs> 言われていてまた加藤さんもどうせなら靖国神社に行けばよかったのに保守票が期待できたというふうにおっしゃっていますそして こちら、沖縄県の NHK ニュースですかね県が地域外交を担う部署地域外交室を新たに設置の方針とのことなんですね台湾をめぐり地域の緊張の高まりが懸念される,中,される中ですね課される中沖縄県は海外との交流などを通じて平和の大切さを訴えるため県庁に地域外交を担う部署を新たに設置する方針を固めましたとのことなんですよね でこれについて加藤さんが「あ当たり前だが地域自治体に外交権はない」「余計なことをやれば他国から二重外交と受け入れられるし」 受け取られるし、四国などから利用される恐れが十分ある。そもそも外国に海外事務所があるのは政府が沖縄県に余計な予算をつかみ金的に与えているため、まずこれを切る必要があるというふうに言われていますね。沖縄県知事公室に独自外交の地域外交室を新設。四国台湾にはすでに県の海外事務所が存在。玉城知事、国連などで米軍基地や県の過剰な 基地負担について主張する予定というふうなあーモールアジアさんのツイートを紹介されて加藤さんがこのようにおっしゃっていますえこの沖縄はどうなっていくんでしょうかねで、こちら C 和夫さんですが下政権の安保三文書に対して勝手に決めるなという声が広がっています選手防衛を金殴り捨てる 安全保障政策の大転換を国民の信を問わずにやっていいはずがありません。日本共産党は今年解散総選挙で国民の信を問えと要求して戦えますとのことなんですがあ勝てる降参があるという方なんですかね。でこちらベネッセを厚遇する東京都に都議からも行政と企業の癒着が問われる事態の声とデイリー新調の記事が出ておりました。で、えー、吉田さんがこのようにおっしゃっていますね。 都立,高都立高入試の英語スピーキングテストの不適正問題は珍しく都議会の立民会派が的確に問題を理解し不適正なままの導入実施に反対してきたというふうなツイートされていますねそれに対して加藤さんが「都立高校入試の英語スピーキングテストでベネッセを厚遇するという癒着ぶり小池百合子都知事の相次ぐ不適正ぶり独裁者の末路は必ず哀れ」というふうにおっしゃっています こちら共同通信の記事ですが「うさぎ年2023年株価は跳ねる」「格言に期待うさぎ銘柄も」というふうな記事が出てましたね「うさぎのように株価も跳ねる1年にえとを使った株式相場の格言でうさぎは跳ねるとされるうどしの2023年1950年以降6回のうどしの 日経平均株価は年間の平均高騰、騰落率ですかね。騰落率が16.4%の上昇と堅調だった。22年の株価が下落貴重だったけどだけに縁起の良い今年こそは、と市場関係者は期待を膨らませている。和食飲食チェーン中湯を展開する全商ホールディングス、ウサギと亀の童話より連想される 亀田のの長い耳から補聴器のリオン楽天証券が投資家向けのカレンダーで紹介しているうさぎ銘柄だというふうに紹介されていますね今年はこのようなあ格言があるということで今年は跳ねるんでしょうか、はい、是非経済は一刻も早く持ち直してどんどん跳ねてほしいですよね そしてこちら平井さんですが年末年始の日経によるとグローバル化は正しい不可逆なものという分弹議事それだけ株主資本主義とグローバル化がもたらす問題に多くの国民が疑問の目で見始めたからだ我が国の賃金は30年間上がらず多くの国民は貧しくなった一方で謙虚に欠点を反省し多くの日本国民が豊かになる提言は皆無だというふうに、えー、恐ろしい現実を教えてくださっていますね。 そしてこちらグローバル化を進める前にまず多くの日本国民が豊かになることが優先される必要がある国内工場を閉鎖され転勤できず路頭に迷う地方在住の日本人がいる一方で四国に工場を建て多くに四国人に賃金を払い彼らが来日して爆買いするのを指を加えて見ている日本人観光立国は途上国転落の象徴というふうに教えてくださっていますね本当にもう本当にこうなんですか国内会議して そして日本の中で製造を増やしていって経済を発展させていく自力で発展させていくもちろんねいろんな社会とのつながりがあるとしてもやっぱりこう日本の国力をこう強くしていく必要があるなというふうに改めて思いますね。そしてこちら。